こんにちは、ありがとうございますよ。今日はですね、音楽に関わる企画だけど、最近やっぱり K-POP って世界的にめっちゃもう結構有名やん、めっちゃ流行ってるやん、うん、でお前も結構音楽好きって今これ分かってるけど、うん、そうやな、で実際結構コリアンの音楽、まあ、聞くもんな、普通に聞くな、うん、コリアンの音楽好きやな。でもそのジャンルがなんかみんなが聴いてるなんかちょっとアイドル系じゃなくてさ、お前なんか全くちょっと違う感じのさ音楽聴いてるから、そうやな、うん、そこで俺がちょっと気になったのがさ、コリアンなんかその韓国も全く分かんない、うん、なのに、まあ、音楽好きな日本人が実際どういう、まあ、韓国 の, なんかその歌を聴くかっていうのがちょっと気になって、はいはいはい、それをちょっと企画したいなって思って、なるほどね。でそこでお前が好きな、はいはいはい、韓国の歌を、はいはい、トップ3から、はいはい、あの1まで、1までそうちょっとね3曲か、そう教えてほしいなっていうのがあって、まあ、3曲で大丈夫やろ。まあ、3曲はそうやな、まあ、パッと思い浮かぶし、うん、あの大丈夫やけど、うん、本当はもっとあるで、ほんまにそのめっちゃある、うん、俺も何回まあまあね聞かせたこともあるしね。そうやろ。そういや俺そうやな、結構常に新しいのも聞くし古いのも聞くから、うん、結構あるな。トップ3ね、だからランキングつけなあかんってことやんな。そうやな、まあ、トップ3じゃあお願いします。 OK、 じゃあ第3位ね。ヒョンちゃうわ、ドンセンです。これが3位かな。まあ、知ってる。大阪か、そうなんだ。そう、日本やってるから。 PV これ日本で、日本だけじゃないかもしれないけど、そう、日本で大阪やん、俺の、あの出身の、うん、そうで、これ友達が教えてくれて、俺が大阪出身って知って、その韓国人の人が教えてくれて、そうで、この歌ってる人がイーロっていう人とジーコって言うんやけど、まあジーコは知ってんな、俺知ってるやん、で、コウジやん、なんか、関係ある。いや、俺さ、ジーコって呼ばれるタイミングも人生の中に何回かあって、うん、あ、そうなんや、ジーコ、うん、ジーコ監督がおったから有名やったから。だったら音楽じゃなくて、そのまま、いやいや、そうだ、でもこれは音楽もマジでいいし、うん、で、まあ俺、なやっぱ大阪のこと歌ってくれてるしっていうのもやっぱり多少はあるけど、でも音楽自体もいい、あの、結構このメロディーがその、うん、耳に残るというか、まあ、ちょっとおすすめしたいっていう感じじゃん。そうやな、うん、大阪の人に、そうそう、音楽好きやしね。そうやね、そう、それもあって3位かな。じゃあ次、2位は何ですか。2位は結構ロマンチックかな、うん、ロマンチストとしてはやっぱこれ誰がやねん。これあー来たか、うん、そう、これなんか PV ないな、ライブ映像やな。彼の名前知ってる？キム・ブンスン。キム・ボンスン。キム・ボンスン。これや。やっぱね、音楽ってこういい曲とかって言葉あんま関係ないと思うよ。ああ、俺も歌詞聞かん、本当に。うん。だからその、うん、何人でもこれ聞いたらさ、すげえそういうどういうこと歌ってるんかなとかなんとなく想像できると思うよ。悲しい曲やもんな。そうで、そういうのもあって、ちなみに、うん、なんかこの曲ってコリアン男子やったらもう、うん、カラオケ行ったら絶対歌うの曲の一つ で、しかもこのアーティストはもう本当に韓国で、うん、まあ、男のさ歌手の中で一番歌が上手い4人がおるやんか、うん、その人に、その1人の歌手が、そうそうそう、うん、めっちゃ、うん、だからめっちゃ上手い、そう、かなり有名で、これを知ったきっかけは、うん、なんかその韓国人の友達と、なんか I miss you って、うん、あ、韓国語でどういうのみたいな、うん、で、それをこう教えてもらって、ハングルで売ってもらって、それを検索して、うん、なんか出てき、一番最初に出てきたの確か、うん、俺の知ったきっかけってそうなんやけど、うん、多分ね、なんかドラマの主題歌とかなんかそんなんやね。あ、そうや、確かに俺覚えてないけど、うん、知らんけど、そうやろ、うんうんうん、だから日本人の友達でも知ってる子おった、何人か、うん、かけとったら、うん、で、じゃあ1位はね、1位はちょっと俺知ってるかもしれないな、絶対絶対知ってる。いつも歌ってるしも、あー、歌ったな。まあ、これは予想通りや。そうやろな、うん、いや、でも俺のこと知ってる人だから。
これマジでいい曲やねん。あのメロディーも歌詞もいい曲やし、うん、PV もいいな。セレナ、そうで、これの曲を知ったきっかけが、うん、俺韓国に行った時になんかソウルのマーケットでブレスレットを見つけて、でそれをその時のその韓国人の友達にこれどういう意味なんて言ったら、なんかその Be Happy みたいな意味だよみたいな、うん、教えてくれて、でそれをカナダに戻ってきて韓国の友達にそのヘンボカジャとかって言ってたら、そのこの曲のこと言ってんのって言われて、で何それってなって、で調べて聞いたらもうハマったの。それがきっかけ。それがきっかけ。ちゃんとしたきっかけ。で、あの。だいいポイントは何なの？実際これをさ、韓国語もさ、わかんないけど、うん、あ、実際その歌詞は聞かんくて、はいはいはい、メロディがいいってことじゃん。あ、ね、歌詞、その調べた時に実はこれ俺和訳も調べてて、あ、調べたんや、ちゃんと。そう、だからどういう意味かっていうのも分かって聞き始めたかな。うん。うん、そう、それで家族愛みたいな。うん。そうそう、家族に向かってのメッセージだったから、そうやな。だから歌詞もいいし、でもメロディーだけでもいいで、俺最初一発目はメロディーだけで聴いたし、ほんとはいいなと思って調べた。実際彼の歌はこれ、この曲しか聴かん、他の曲も聴いてる。あ、聴いてる、うん、ノーメイクアップとかやったっけ、なんか俺曲名とかあんまり覚えてないけども、うん、あの彼のそう、ザイオンティーで調べて、うん、それは聴いてる。じゃあやったら声も好きってことかじゃん、うん、魅力的ってことかじゃん、聴いて。そうやな、てかマジででも俺いっぱいあるからな、韓国の好きな。でも結構さ、珍いさ、うん、声知ってると思うで、彼って結構なんか、うん、声で言うとチャウリムやね、まあご存知やと思うけど、まあまあ俺も好きや、俺もめっちゃ好きやからね、うん、あとスン・ウン・ジュンガって人、ほんまにそれがスン、なんて言うんやろ、スン・ウン・ジュンガやって、でもめっちゃいい子やね。あ、この人やん、この人やん。あー知らんな、なんて読む、ソヌ・ジョンガ、ソヌジョンガ、ソヌ、何がスンジュンガやねん。これで全然違うやん。これソヌジョンガ、うん、とかヘイズとか IU とか、ああ声とかで言うと、そうやな、 IU は俺、ヘイズも俺大好きやし、あとまあコリアンラッパーも結構聴いたりするな、うん、でもほんまにこれもうちょっと俺もうちょっと掘り下げたいけどね、本当は。まあ今日は3曲、この3曲俺めっちゃあるもん。じゃあ今度にしようか、今度にしよう。次は俺が好きなさ、日本の曲とかさ、興味あ、あるんや。いや、もちろんあるわ。うん、なんていうか、その音楽好きなイメージがないからさ、その選べ、なんかあんねや、この曲好きやな、みたいな。あんな。あ、じゃあいいやん。次、それにしようや。それしよう。あ、じゃあ、しちゃけじしそう。かさみだチャンネル登録、いいね、コメント、お願いします。駆動、ちょわよ、ふたけよ。